川崎宗則は、鹿児島県愛良市出身のプロ野球選手、コーチ、宇藤左田、栃木ゴールデンブレーブス所属、2016年のシカゴカブス時代に MLB チャンピオンリングを獲得している。兄の影響で野球を始めると、重富少年野球クラブという軟式野球のスポーツ少年団に入団。もともと右打ちだったが中学時代に一郎の影響で、 左打ちに変える。重富中学校から鹿児島県立鹿児島工業高等学校へ進学。高校時代には春夏ともに甲子園球場での全国大会へ出場しなかった。しかし、50メートル走で5秒9を記録したほどの瞬速同じ左打ち、安打数の多さから地元球界では一郎にちなんで殺郎と呼ばれることもあった。 1999年の NPB ドラフト会議で福岡大英ホークスから4位で指名。契約金4、0円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は52。2000年にはウエスタンリーグ公式戦に声優劇種として起用。最終規定打席へ到達するとともにチームトップの打率300を記録した。2001年には ウエスタンリーグ2位の29盗塁を記録。同年10月3日に1軍初出場。2002年にはウエスタンリーグ公式戦で打率。367をマーク。最終規定打席をわずかに下回ったが、リーグの規定によって、首位打者と認定された。9月には、生子類種井口忠人の戦線離脱に伴って、2類種として1軍公式戦に出場。 シーズン終了後に開催の第15回アイブフインターコンチネンタルカップにも日本代表のメンバーとして出場した。2003年は鳥越雄介の故障によって2番遊撃手で初の開幕スタメン出場。鳥越の復帰後は国母勇気の長期離脱で空いた三塁手に回り、初の規定打席到達で打率。294.2本類が51打点。 30投類を記録し、チームのリーグ優勝、日本一に貢献。2004年からは、遊撃手のレギュラーに定着し、全試合フルイニング出場と、打率3割を記録。最多安打、投類王、ベストナインゴールデングラブ賞を獲得。同年から、投類数と同数の車椅子を寄贈する、走れ。川崎プロジェクトを立ち上げ、2006年末に、吉武慎太郎。 吉本良、山崎勝美、井出翔太郎をメンバーに、自身がオーナーを務めて、南式野球チーム、総林 S を作って、小中学生と交流するなど、積極的に、メセナ活動も行っている。第1回 WBC での川崎2006年開幕前の3月に、開催された第1回ワールドベースボールクラシックの、日本代表に選出された。同大会では、遊撃手として、 優勝に貢献。決勝戦では、1点差に迫られた9回表に、一郎のアンダで2塁から生還。その際、アリエル・ペスタノのブロックのわずかな隙間から右手を、ねじ込んで生還し、神の右手として話題になったが、このプレーで右肘を負傷した。WBC での怪我の影響で、シーズン復帰は4月中旬までずれ込んだ。シーズンでは2年ぶりの打率3割を記録し、2度目となる、 ベストナインゴールデングラブ賞を獲得。同年、鹿児島工業高校が第88回全国高等学校野球選手権大会に初出場した際、紫の刺繍で孔明を縫い取ったスポーツバッグを送った。同年春、川崎は自主トレーニングでこの母校の野球部の後輩たちと一緒に練習を行った。2007年は2度の長期離脱を影響を受けて95試合の 出場に止まり、規定打席に到達しなかった。しかし打率、329を記録。2008年はセパ交流戦で最多安打、打率、366を記録。ソフトバンクの交流戦初優勝に貢献し、野手としては初の交流戦 MVP に選出された。8月の北京オリンピック野球日本代表に選出されたが、 シーズン中から痛めていた左足の怪我を押して、出場したため骨膜炎を発症。帰国後、左足台に中足骨の疲労骨折が判明。大阪春の監督最終試合であるシーズン、最終戦で復帰した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。同大会では、 三塁手として5試合に出場。準決勝のアメリカ合衆国戦で9番、三塁手で先発出場し、2安打1打点1盗塁と勝利に貢献した。シーズンではリーグ2位で自己最多の44盗塁。ギタは球団記録を塗り替える43個を決めたが、打率259に終わった。2010年は選手会長に就任。 3月27日の対オリックスバファローズ戦で通算セムアンダーを達成し、3月31日から4月23日まで22試合連続アンダーを打って自己記録を更新、プロ入り11年目で初の月間 MVP を獲得した。9月25日の対北海道日本ハムファイターズ戦で1000試合出場を達成。 ダルビッシュ優から内野安打を放って188安打とし、広瀬義則のシーズン187安打を抜く、球団新記録を達成し、190安打まで記録を伸ばした。このシーズンのダルビッシュとの対戦成績は19打数、10安打打率、526と相性が良かった。2004年以来6年ぶりの全試合出場を果たし、チームのリーグ優勝に貢献したが、 クライマックスシリーズ第2戦以降は21打席連続無安打と不審に陥り、日本シリーズ進出はならなかった。オフでは11月5日に右ひい関節有利軟骨除去手術を受けたほか、出身地のアイラ氏からアイラふるさと大使に任命された。同年、家畜伝染病、肯定液の被害を受けている宮崎県に義援金として100万円を寄付した。 2011年8月22日に福岡市内在住の一般女性と婚約したことを発表。シーズンでは本田雄一、松田信弘と共にフルイニング出場を達成。同一球団から3人がこの記録を達成するのは2リーグ制以後では初の快挙となった。シーズン前半は安ん出塁。 盗塁もに前年までの実績に比べ少なく一番打者として物足りなさも感じさせたがシーズン後半には出塁盗塁を増やし巻き返した2011年レギュラーシーズンにおいてソフトバンクは3番内川誠一が先制打を放った試合は14勝3敗に分け勝率824と圧倒的な有利さを示しておりこれは内川の勝負強さもさることながら 一番川崎が出塁して二番ホンダが確実に犠牲バントで送る、あるいは二番ホンダが出塁して二投するといった形で、内川の前にランナーとして二塁まで進んでいたことがいかに多かったかも示す。ホンダがリーグトップの53ギガを記録できたのも川崎の出塁やってこそであった。クライマックスシリーズの西部戦では初打席でホアシカズユキから二塁打を放つなど12打数後。 アンダダ率417と結果を残しチームの CS 突破に貢献した。シーズンオフの12月1日には海外 FA 権を行使し、トニーアタナシオを代理人としてメジャー挑戦を目指すことを表明。一郎のいるマリナーズ入りを強く希望し、叶わない場合はホークスへの残留を希望した。2012年5月25日。 セーフコフィールドにて2012年1月5日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結んだと明らかにした。日本外戦試合直前までのスプリングトレーニングには、招待選手として参加し打率387をマーク。3月6日の試合では、一郎と共に先発出場し、試合後には、今日は僕の記念日、一郎さんとバッティング練習から一緒だった。 テンション上がりますとコメントした。26日には日本での開幕戦特別規則となるメジャー28人枠に昇格。日本での開幕戦2試合では出場機会がなかったものの、その後のスプリングトレーニングでも好調を維持し、最終的に参加選手中最高となる打率、455、オプス1 0 1にを記録し、本土開幕メジャー入りを果たす。 4月7日のオークランドアスレチックス戦で9番、遊撃手としてメジャーデビュー。初打席は、夕頃に終わったものの、2打席目に、バートロコローンから、メジャー初安打初打点を記録。試合後には、今日は、絶対忘れられない日になる。一郎さんから声が聞こえた。はっきりわからなかったが、いいぞ。だったと思う。それが一番だったかもしれないとコメントした。 4月30日に、聖保守のミデル・オリボが、故障者リスト入りした際には、監督のエリック・ウェッジの、打撃好調なヘスス・モンテロとジョン・ジェイソの二人を常時、起用したいという意向もあり、5月3日には三塁コーチのジェフ・ダッツから、緊急時の保守としての指導を受けた。前半戦は主にダイソーや守備固めとして出場し、打率、185、出塁率、 254の打撃成績で前半戦を折り返し、7月12日には、メジャーリーグ OB 協会が主催するハートハッスル賞の候補に選出される。最終的な受賞は逃したが、記念の盾を贈られた際には、アメリカで賞をもらうなんて思ってもいなかったので、眠れないと思います。抱いて寝ますとコメントした。後半戦も、主にダイソーや守備固めとして出場し、 打撃成績は23試合の出場で打率205出塁率262を記録。守備ではシーズン通算で38試合の出場ながら遊撃守備でザー 0.8DRS プラスマイナス0を記録し遊撃手を務めた日本人選手で初めて遊撃守備指標の数値がプラスマイナス0を下回ることなくシーズンを終えた。シーズン終了後には 一郎さんも頑張っていますね。僕ももっともっと頑張ろうと思うとコメントした。10月24日に40人枠から外れ、自由契約となり、オフには代理人を SFX 社のマイク・ビーバーに変更し、代理人に希望は伝えてある。バタバタと決まるのが米国。一郎さんと、またやりたいという思いはあると語った。ブルージェイズ時代2013年3月13日に、 トロントブルージーズとマイナー契約で合意したことが報じられ、18日に契約。ホセレースの故障者リスト入りに伴い、4月13日にメジャー契約となり25人枠に入る。同日のカンザスシティロイヤルズ戦でスタメン出場し、第1打席で先制点となる儀比を打ち、チームの勝利に貢献。20日のニューヨークヤンキース戦では黒田博樹と対戦し、 翌21日のヤンキース戦ではメジャーで初となる一番でのスタメン出場を果たす。5月26日のボルチモアオリオールズ戦ではメジャー初のサヨナラダを放った。6月21日のオリオールズ戦ではトミーハンターからメジャー初本塁打となる2点本塁打を打った。32歳でのメジャー初本塁打はブルージェイズの選手としては最高齢であった。日には ホセレーエースの復帰に伴い、マイナーオプションが行使され、トリプル A 級バッファローに降格したが、メルキー・カブレラの故障者リスト入りに伴い27日に再昇格。前半戦は67試合の出場で打率、213、出塁率、319の成績だった。6月から7月にかけては、後頭部に円形脱毛症を発症していたという。 7月13日に、ブレットローリーの復帰に伴い再降格し、エミリオ・ボニファシオの遺跡に伴い8月14日に再昇格。16日には育休リスト入り市長男の誕生に立ち会う。9月21日のボストンレッドソックス戦では、内野ゴロの判定を受けて、ヘルメットを地面に叩きつけるポーズを示し、初の退場処分を受ける。後半戦は26試合の出場で打率。 274、出塁率、348の成績を残しシーズンを終える。年俸100万ドルの翌年の契約オプションを球団が持っていたが行使されず、10月31日に自由契約となり、12月24日にマイナー契約で再契約した。2014年は、トリプル A 級バッファローで開幕を迎えた。マイサー・イズ・トリスの外側側腹人体損傷による、 故障者リスト入りに伴い、4月15日にメジャー契約となり25人枠入りするが、故障者リスト入りしていたホセレーエースの復帰に伴い、4月18日にマイナーオプションが行使され、バッファローに降格。6月17日にメジャーに昇格。当日のヤンキース戦で先発出場し、田中正宏とメジャー移籍後初めて対戦し3打数、無安打を起死した。月は、 その後6試合連続安打を記録し、チームも首位に立つ好調だったが7月4日に2位に交代。前半戦は26試合の出場で打率、284本塁打なし、出塁率、344の成績で折り返す。7月も自己最長となる8試合連続安打を記録し、22日のレッドソックス戦ではメジャー移籍後初の三塁手として、 先発出場する。球団史上最長の延長19回、試合時間6時間37分となった8月10日のデトロイトタイガース戦では、さよならの得点を記録。その後も二類種や三類種として起用され、後半戦は55試合の出場で打率、243、本類打なし、出塁率、318、1投塁の成績を残す。チームは、 ポストシーズン出場を狙う位置につけていたが進出を逃しシーズンを終えた。シーズン終了後、FA となった。また、翌年の契約について、NPB と MLB 両方を視野に入れていることを明らかにした。2015年1月16日にブルージェイズとマイナー契約で再契約したことが発表され、AAA 級バッファローで開幕を迎える。 5月10日のローフォーク戦では東部に支給を受け途中交代し14日に故障者リスト入りした20日に復帰しデボントラビスが左肩の炎症で故障者リスト入りしたことに伴い22日にメジャー契約となり25人枠入り25日にホセルエースが故障者リストから復帰したことによりマイナーオプションが行使されバッファローに降格したが31日に スティーブ・トールソンの故障者リスト入りに伴い、最初を隠した。6月10日に、チームの先発投手不足で、スコット・コープランドが昇格したことに伴いバッファローに、降格したが、R.A. リッキーのキビキリスト入りに伴い19日に、最初を隠し、26日に、トラビスが故障者リストから復帰したことに伴い再降格トラビスが、 再び故障者リスト入りしたことに伴い8月1日に再昇格したが、クリフ・ペニントンがトレードで加入したことに伴い9日に再降格。9月1日には、セプテンバーコールアップに伴い再昇格する。最終的には、メジャー4年目で自己最小の23試合出場に止まり、打率。214は、ワースト2位、トール入れは、メジャー初で、 レギュラーシーズンを終えた。シーズン終了後の11月2日に FA となった。シカゴカブス選手時代2016年1月21日にシカゴカブスとマイナー契約で合意したことが報じられた。3月29日に自由契約となったが、当日中に新たにマイナー契約を結び直した。同日のオークランドアスレチックスとのスプリングトレーニングでは3点本塁打を打つなど、 活躍した。4月3日にメジャー契約となり40人枠入りし、7日にトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えるが、カイルシュワーバーの故障に伴い8日にメジャー昇格。15日にハビアアバイズが故障者リストから復帰したことに伴い、マイナーオプションを行使され、アイオワに降格した。プロ入りから5年目以内の選手には4つ目の マイナーオプションがあるため2016年シーズンも40人枠に残ったままマイナー降格は可能になっている。7月9日にメジャーに再昇格したが、同月11日に再びマイナーへ降格した。9月6日に今季3度目のメジャーへ昇格。ポストシーズンではアクティブロースター入りはしなかったが、前年同様チームには帯同し、ベンチ入りした。11月3日に、 FA となった。12月2日に第2子となる長女が誕生。2017年1月7日にカブスとマイナー契約を結んだ。当初はスプリングトレーニングに招待選手として参加する予定だったが1月27日付で AAA 級アイオワカブスに配属された後に3月28日付で契約を解除された。川崎はカブスからの自由契約を機に 日本球界へ6年ぶりに復帰することを模索。これに対して、川崎の復帰に際して、契約交渉の優先権を有するソフトバンク球団は、他球団より先に川崎へ再入団を打診した。その結果、2017年3月31日に、ソフトバンクが川崎の獲得を発表した。推定年俸9、0に、出来高の条件を加えた1年契約で、 背番号は MLBA の移籍前と同じ52。復帰直後は体調や NPB でのブランクなどを考慮しながら2軍での調整に専念。4月4日にはオリックスとのウエスタンリーグ公式戦に1番遊撃手としてスタメンで復帰後初の公式戦出場を果たすと1回裏の第1打席で復帰後初安打を放った。4月12日の大半新戦で 森谷勲明から NPB 復帰後初本塁打を放つなど、同リーグの公式戦では13試合の出場で打率。441、1本塁打、12塁打、13塁打、10盗塁という好成績をマーク。4月28日の対オリックス戦に1番、2塁手としてスタメンでパリーグの公式戦へ6年ぶりに出場すると7回表の 第4打席で復帰後初安打を放った。以降の公式戦にも、川崎のメジャー移籍後から今宮健太が、声優劇士として定着していることなどを背景に、二類手として出場。5月11日の対オリックス戦3回裏の第2打席で、ブランドン・ディクソンから、中前安打を放ったことによって ML、MLB、NPB 公式戦、通算戦5 0 0安打を達成した。 しかし、両足のアキレス腱に痛みを抱えながら、プレーを続けていたことから、治療に専念すべく7月24日に、出場選手登録を抹消された。以降は、リハビリ組での調整となり、ようやく9月23日のウエスタンリーグで、約2ヶ月ぶりに、実戦復帰し、1番、2塁で、先発出場するが、その初級を先頭打者本塁出した打席の際に、 左ふくらはぎを釣り、その一打席のみで途中交代した。翌24日には再びリハビリ組での調整となり、クライマックスシリーズ以降のポストシーズンへの出場はならなかった。2017年シーズンは上記の怪我での離脱もあり、42試合の出場にとどまった。また、体調不良を理由に、シーズン終了後の優勝祝賀パレードや、 ファンフェスティバルなどの行事には参加しなかった。2018年の同行、編集2018年シーズンも球団は契約を結ぶ見込みで、保留選手名簿に川崎を乗せ、春季キャンプ前の1月中には契約交渉を行う予定だったが、体調不良を理由に契約未公開の状態が続いた。結局春季キャンプには姿を見せず、保留選手のままではあったが、 キャンプ終了直後の3月1日より、球団公式サイトの選手名館から、川崎の名前が削除された。その後シーズン開幕を4日後に控えた3月26日早朝になって、西日本スポーツなど、複数のメディアが、川崎引退の見出しとともに、川崎が実際には、前年の故障以来新進両面で、復帰のめどが立っておらず、現役引退の意向を固めたことを報じた。 一方同日には、スポーツライターの田尻幸太郎が、ヤフーニュースに投稿した記事内で、川崎が練習を再開したと関係者から聞いたことを明かし、もう少し冷静になって、正式な発表が行われるタイミングまで待ってほしいと、コメント。情報が錯綜する中、同日午後になって球団から公式発表があり、川崎は引退こそ断言しなかったものの、自由契約という形で、 ソフトバンクを退団することになった。そこで、川崎は球団を通して、昨年より怪我に加えて、自律神経系の病気にもなっており、体を動かすことを拒絶するようになってしまった。球団と競技した末、野球から離れて、心と体の回復に努めることを決めたという趣旨のコメントを発表した。なお、球団側は一旦は自由契約とするが、今後も、 川崎との話し合いは継続する意向を示しており、同日囲み取材に応じた、球団取締役の三笠杉彦も、自由契約は本人からの希望で、その意向を尊重した。あれくらいの選手だから、今後に向けての話し合いは続けていきたいし、サポートできることがあればサポートしていきたいと述べている。自由契約工事は3月27日に行われた。その後、同年に、 戦力外となった木所龍馬のトレーニングにサポーターとして参加した以外に人前に現れることがなかったが同年12月17日に対談後初めて球団事務所を訪れ現状を報告した2019年7月9日台湾プロ野球に復帰が決定した事前ドラゴンズの客員コーチに就任したことが発表された7月13日には 選手としてもプレーすることが発表され、2年振りの現役復帰となった。なお、同チームは2019年中に公式戦へは参加せず、翌2020年シーズンに2軍のみ参戦予定。1軍の公式戦にも参加するのは2021年シーズンからの予定である。8月17日のキャンプイン時に、トロック野球場で行われた3イニング限定の特別試合、現役。 ベザブで OB チームの一員として出場。遊撃手としてだけでなく、投手としても登板し、最速時速 140km を記録して、体調の回復をアピールした。アジアウィンターベースボールリーグにも参加。3番 DH として出場した11月23日の開幕戦では、第1打席で左翼へのライナー性の安打を放ったが、一塁への走塁時に、 右足太もも裏を痛め、ダイソーを送られた。結局アンダは、この1本のみで3打数1アンダ、2試合のみの出場にとどまった。2020年もアジゼンは引き続き県民コーチとしての契約を打診したが、川崎は選手としての契約を希望。合意に至らず、選手としてもコーチとしても所属しないことになった。2020年も、 台湾で選手として活動する意向だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で台湾に渡ることができず、九州を拠点に独自でトレーニングを重ねた。8月24日から4日間、日本国内の独立リーグベースボール、チャレンジリーグの栃木ゴールデンブレーブスの練習に参加。これはソフトバンク時代のコーチで栃木の母体であるエイジェックに所属する。 イガラシアキヒトの誘いを受けてのものだった。初日の練習後、取材に対して、今後の挙手について、NPB は考えていない、独立か台湾でやろうと思っていると明言。栃木入団については、選択肢はある。4日間で決められたら決めたいと回答していたが、練習期間終了後の28日、栃木と選手契約を結ぶことが球団より発表された。 背番号は52。9月7日に行われた会見では、同席した西岡剛義に、川崎さんもプロを目指すんですよねと話を振られ、僕もプロを目指しますよ。台湾のねと返している。9月13日の対茨城アストロプラネッツ戦にて2番、三塁手で、BC リーグ公式戦デビュー。第1打席、大場俊夫都市からの初級を右翼への本塁打にし、 5回の守備から交代したもののこれが決勝点になりヒーローインタビューでは人生一のホームランが栃木で打ててよかったと語った。川崎の打撃ホーム発ツ,ツとしたプレーと明るい性格でチームに貢献するムードメーカー。投手が打ち込まれた際などには自らタイムを取って声をかけに行く光景がよく見られる。メジャーリーグに移籍する以前から バットスピードとコンタクト能力はメジャーのスカウトからも高い評価を得ており2010年には両リーグトップとなる546個のファウルを記録したブルージェイズ移籍後の2013年にはランナーがいない時は何とか塁に出ることを考えながらピッチャーに球数を投げさせることが今年の目標として投手の球数を多くすることや出塁を強く意識するようになる 主に遊撃手として起用されるが、二類種、三類種としても、出場経験がある。ホークス時代は超一流と評されるグラブ裁きを、持ち味としていた一方で、2010年には守備イニング、1000以上の遊撃手で、ワーストとなる RF4.21 をマークしたほか、ザーで、両、リーグワースト4位のマイナス1.4、得点換算でもリーグの遊劇種中ワースト2位を、 マークするなど守備範囲は、やや狭かった。メジャー移籍後も2016年までで、RNGR でマイナスを記録しているが、DPR、R でプラスを記録し、ザープラス1.0、DRS プラス2と平均を上回る数値を記録。三類手種としては、ザープラス1.9、DRS プラス1、二類手種としては、ザープラス0.4、DRS マイナス2を記録している。 走塁では力を抜いて走ることがほとんどなく、一塁到達3.83秒、バント時には3.74秒をマークする脚力を誇る。2006年にはベースボールアメリカ史で最高の走者に選ばれるなど、走塁面は海外からも高い評価を得ている。高校生時で50メートル走のタイムは5秒9、遠投120メートルの強権を持つ。シアトルマリナーズ時代ニックネームは、 ムネリン、MLB では、ムーニー、ムーニー、リートルパピ、リトルパピなど。また、日本人では、初となる MLB 公認表彰に関された。好きな言葉は、薩摩マジ流の掛け声、チェスト。子供の頃から父親に、ムネ、チェスト行けよ、と声をかけられていたという。子供の頃から、ホークスファンで、当時の好きな選手は、内野倉隆。ホークス時代には、 月刊ホークスなどで彼の自動車運転技術のひどさがたびたび自虐ネタにされていた。例えば、同期や後輩を車庫入れ係にするために食事に連れて行く、右折ではなく左折が苦手といったものであった。ちなみに最初の愛車は赤いチェロキーだった。一郎の大ファンとして知られており、一郎本人から一郎マニアですねと言われるほど、 一郎の一つ語の番号という思い入れから、背番号52には強いこだわりを持っており、ホークス時代は背番号変更を打診されても断り続け、日本代表でも52をつけた。2011年オフに海外 FA 権を行使してのメジャー挑戦を表明した際にも、一郎選手と同じチームを希望していますと語り、念願叶ってマリナーズと契約した。背番号52はすでに、 ジョージ・シェリルが使用していたため61をつけることになったが逆から読めば一郎素晴らしい番号をいただいたとコメントした2012年7月23日に一郎がニューヨークヤンキースに移籍した際には当日こそコメントを避けたが翌日にショックではないです一郎さんが元気にプレーしているのが一番嬉しい一郎さんが覚悟を決めてのことすごく応援したい この6ヶ月間は貴重な経験ができましたとコメント。一方の一郎は遺跡についての会見で川崎をはじめとしたマリナーズの選手たちについてそのことも迷った中の要素です。ただ、胸とはスプリングトレーニングからずっと一緒にやってきていい時間を共有できたと認識している。一緒の場所にいることが必ずしも一緒にやっているということではない。 違う場所にいても一緒にやることはできると語った。一郎が NPB、MLB 通算4000アンダーを達成した際には、対戦相手として二類種で出場しており、川崎のもとに左翼から記念ボールが返球され、ボールを盗もうと思ったんですよね。隠そうとしたけど、審判にダメだと言われた。僕は、I can't speak English と言って、ごまかそうとしたんですけど、 やっぱりダメでしたねと語っている。また、ダルビッシュ優とはプライベートでも親交があり、川崎の主催するホークス選手が中心の軟式野球チーム、ソーリンズに緊急参戦したこともある。MLB 移籍後2年を経ても英語はあまり話せなかったが、彼には語学の壁はない。なぜなら笑いとジェスチャーと片言でコミュニケーションを取るからと評され、大勢なサービス精神もあって、 チームメイトや現地のファンからも愛されていた。特に2年目のシーズンとなったトロントの地では高い人気を得ており、地元総合ウェブサイトザスコアには川崎が愛される7つの理由というコラム記事が掲載され、ヒーローインタビューでの立ち居振る舞いがグレイテストポストゲームインタビューエヴァーと MLB 公式サイトを含む複数のスポーツニュースで取り上げられ、 三栄光覚後の8月13日にも、出場試合で、川崎 T シャツデーというプロモーションが行われた。2015年末の MLB 公式動画サイト、カット4では、2015年シーズンに最もファンや、リーグを盛り上げた選手として川崎が取りで紹介され、記事中で、最高の賞として、川崎胸の理賞を贈るという賛辞が綴られた。また、カット4は、 同時に所属するブルージェイズがアリーグの優勝決定戦進出直後に川崎が受けたインタビュー動画を歴史に残るインタビューと紹介している。ホセバティスタはいきなり日本語で話しかけてきた時には驚いたけど今はもう慣れたよ。胸は英語やスペイン語がうまく喋れなくてもボディランゲージを交え一生懸命に話すから何を伝えようとしているかが大体わかる。 とてもユニークでみんなを笑わせるムードメーカーでもあるし最高のチームメイトさ。メジャーリーガーの中には変なプライドが邪魔をして周りに溶け込もうとしない奴がいるけれど彼はそうじゃない。ああいう姿勢は我々も見習う必要性があると話した。ソフトバンク対談後にプレイをしていなかった期間2019年4月15日より活動している YouTuber。 野球大好きマスクマンの正体が、川崎本人ではないかと国内外で推測されていたが、同年9月に台湾メディアから質問された際や2020年1月に、国内で、本田雄一とトークショーを行った際に否定している。鹿児島工業高校在学時に、第二種電気工事士資格を取得している。2015年から2018年まで、ツールボックス社の第二種電気工事士試験の、 問題集の表紙キャラクターとして起用された。NPB その他、NPB 初記録、NPB 説明の記録、NPB その他の記録テレビ番組、編集ラジオ番組、編集 CM、広告、編集著書、編集関連書籍、編集、ありがとうございます。